ごめんください。ごめんください。ティアイ空虚の草むらに、豚のムクロがシャウトする。人んちでピンポンラッシュしながら、ぶっさりロック歌ってるのは誰だ？僕でした。君か！頭おかしいのは君か！なんだ君は！さっきまで普通の青年じゃなかったかね、君は！いえ、正気です。ご存知なんですね、ぶっしゃりロック。何かね。たまたまどこかの店で流れていたのを覚えていただけだがね。え、貧者スレイバーはご存知ない？いや、まあ、知っているがね。ああ、やっぱり。僕はもらいもんが好きです。えらくマイナーな貧者は。第3部なら、ブラック土下座あたりが定番なんじゃないのかね。ああ、ブラック土下座が5体集まって、ブラック土下座リアンになるところは圧巻でしたね。野里さんは、オタクですね。君もだろう。いや、マイナーフラッピーの話題で親睦を深めている場合か。もう用はないだろう。忙しいんだがね。野里さんを分かってくださる方だと見込んで相談があるんです。一体何だというのかね。僕は今から突拍子もないことを言います。一般的には正気じゃないと思われるようなことを。いや、現実と虚構の区別がつかないと言ってるわけじゃないんですよ。むしろ一般人よりつく方でしょう。ただ虚構じみたことが現実に起きたとき、それを受け入れる素養があなたにはあると見た。待ちたまえ。何が何だか。あの、劇場版作品をご存知ですか？同じ日を、学園祭の前日を、繰り返し、繰り返し体験し続ける。ああ、あれか。まあ、傑作だからね。教養としては知っているが、それが。僕は同じことを体験しています。待ちたまえ。もう数時間で、さらながに霧が立つ。読み弓の宴が始まり、多くの死者が出る。君は何を？いや、その前に、なぜそんな言葉を知っている？そして、あなたも死ぬ。質問に答えたまえ！滅多なことを言ってるんじゃないぞ！そうは言っても、信じられないのはわかります。僕は何十回か、この数日間を繰り返し体験しています。そして死亡し、また巻き戻っている。そのため、この集落の事情はほとんど知っています。たった今ここに来たよそ者なら、知り得ないようなことを。あなたが、大卒の医師、医学博士で、鴨志田近持ちの叔父にあたる禁煙者で、上松理香子に思いを寄せておられるとか。
しかしそれを言っても納得してはもらえないでしょう。どこかで調べたことかもしれませんしね。しかも僕はあなたを助けるとかの目的で来たんじゃない。おそらくあなたは今回も死ぬ。しかし話を聞いていただきたい。今回ではないいつか、読み意味の宴を止めるために。本気なのか。ええ。なぜ私にそれを。僕はこれまで何度も宴に参加し、あなたの人となりを見てきました。まあ素養についてもそうですが、あなたは話せばわかる方だと踏んでいます。上がりたまえ。もの珍しい金。すみません、ジロジロ見ちゃって。時代錯誤なのは私も感ずるところだ。気にしないでくれたまえ。さあどうぞ。ああすみません、お構いなく。育ちが悪いもので何か不作法があったらご指摘ください。やかましく飲まなければ結構だ。承知です。しかしこの部屋も先々先代とやらが用意なさったものなのですか。どこでそれを聞いた。ヨシンバ、君が言うようにそのループ旅行者だとかだとしても、野里の者が家の恥を語るとは。あれだ、他の長者の事情を知る者が君に吹き込んだのだな。目的はなんだかよくわからんが、詐欺とか。あなたですよ。な、何が。あなた自身の口から聞きました。鴨志田近持君との関係性が悪化を極めた時、あなたは彼へ言い捨てていました。お前は先々先代にそっくりの狂人だと。興味深いから話だけは聞いてやろうというつもりで招いたのだが、そこまで踏み込んだことを知っていると信じたい気さえしてくるがね。信じていただかないと困るんですが、とはいえもう証拠っぽいものは持ち合わせていないので。代わりに僕がこれまで体験してきたループの記憶をあなたに聞いていただきたいと思います。むしろ荒唐無稽と思われるかもしれませんが、それでもあなたには信じていただきたいと思っています。脳書きはいい、早くしたまえ。Thank you.
確かに荒唐無稽だがね。しかしこの荒唐無稽な場所で起きそうなことでは確かにある。信じていただけるんですか？極めて強く興味を持ったとは言っておこう。しかしながら聞くほどに思うことがある。君は私に何を求めている？そこまでその読み耳の宴を見てきた君ならばわかることだろう。私はそんな苦境において何かをなせるような器ではないと。無関係なところから話すようですが、あなたのそのスタンスが僕は未だによくわからないのです。当初あなたはただの傲慢で尊大な人物にしか見えなかった。後に問題は長者と安水の対立にあるのかと思った。あなたは実際のところ少々地元との折り合いが悪いというだけの人物で、分別も才覚も備えておいでと見えます。時々無茶をなさってはいるものの、おそらくご自分の評判について客観的な評価もなさっているはずです。となると能ある鷹が爪を隠しているとも思えてくる。実際のところ長者が読み耳の宴に一枚噛んでいることはほぼ明白だと僕は考えています。となるとあなたは何かを知りながらそれを隠しているのではないか、そうも思えてしまうんです。なのでまずお願いしたいのは、あなたが知る安水の藤吉の裏を語っていただきたいということです。なお先ほどの話の中でも触れましたが、植松家のことのようにデリケートなこともあると思います。ただそれでも知りたいです、全てを。私が話し下手で場の仕切りもうまくないのは、単に私がそういう人間だからだよ。知っているかと思うが、今の野里の当主は私の実兄だ。よくできた男だよ。知性と品性を兼ね備えた好人物だ。私は幼少の頃から彼についてばかりいた。彼のそばで好きなことを言ったりやったりしていれば、彼がうまく回してくれた。それで全てがうまくいっていたものだから、私は自分が才覚に恵まれた秀才なのだと思い込むに至っていた。二十歳になるまでには、自分は凡才で、筋道だったものの考え方をするのが苦手な、顔面な人間なのだと自覚したがね。だから、ここを出たのだよ。かといって、あまり馴染めなかったがね。唯一馴染めたのが大学の SF 研究会でね。まあ、煮詰めたようなどぎつい人間の吹き溜まりめいた場所ではあったが、それでも頭は抜群に良い連中ばかりで、留年を重ねた会長は極まったダメさとともにリーダーシップを備えていて、副会長となった私が彼の横でただ器具や憶測や辛辣なことを言っていれば、彼が全てうまく回してくれたものだよ。私には自分で場を仕切る力はない。
それは理解しているのだ。おそらく君が見てきた私は牧島王や織部安永君、あるいは室の奴に役立とうとしたのだろう。一方で私はそんな状況でも自尊心を捨てられなかったのだろうね。自分は長者として場を仕切るべきだなどと。これもまた私の非合理性だ。まったくろくでもない人間だよ私は。ここまで言ってきてなんですが、あまり卑下なさらないでください。僕にはあなたが十分に分別ある人間に思える。それは君があまりにも突拍子もないことを言うものだから、逆に胸の内を素直に話す気になっているだけだ。ついさっき君に応対した私のことを思い出したまえ、いかにも尊大で横暴なつまらん人間だよ。まあたとえ君の語ったのが全くの作り話だったとしても、時勢のいい機会にはなったと思うべきかもしれんな。君が授業料をよこせなどと言い出さない限りは。だがね。そんなこと言いませんよ、もちろん。さて、少し話がそれたか。君が聞きたいことについてだが、残念ながら私は本当に家から見限られているようだね。それはつまり。ああ、長者として知るべきところ、過去のあらましなどは教わっているがね、裏の計画など全く聞いておらんよ。ああ、ただかつて安水と上藤吉がどういった形の対立関係にあったかというのは聞いた覚えがあるな。それはぜひ聞きたいです。ちなみに、サラナガの泥がうんぬんという件は、藤吉村の独特な死生観、読みがうんぬんという話にもつながると思われるがね。例えば、その反乱がきっかけで、泥まみれの安水人を読み人だとみなすようになったとかですか？それは考えられなくもないが、少々早計だと私は思うね。すでに安水と上藤吉の住み分けはされており、なおかつ安水が反乱を起こすに至る状況はあったのだろう。泥を塗るという発想も、そもそもサラナガが黄泉につながるという伝説があって、鼓舞や威嚇のためにそうした可能性がある。なるほど。じゃあその事件はどう捉えるべきなんでしょうか？例えば
現在でも行われる神内祭、山祭りで行われることの理由付けなどか。上富士吉から出発した狼行列が安水のものをひれ伏させて水をかけるという、私から見てもどうかと思う儀礼がある。彼らが農作業の時にかぶる綿布を見たかね。ええ、安水の者が読み人と目を合わせないようにすると。逆だよ、あれは上藤吉の者が読み人かもしれない安水の者と目を合わさずに済ませるためにつけさせたものだ。このように古代じみた迷信に基づいた不条理がまかり通っているのは、かつて連中が一線を越えたから。それが長者側の言い分なわけだよ。口にすると一層ひどいな。そんな祭りや風習がどうして未だに続いているんでしょう。あれはむしろ安水にとって重要な祭りと言えるかもしれん。何があるか知らんのかね。ええ、存じません。狼行列は安水中の置き場をめぐり、住人に水をぶっかけるなどした後、安水の集会堂にて明大と会う。そこで狼役はいくつかの品を奉納するとともに、廟代に対して祭りが滞りなく終わった礼として少なからぬ金品や嗜好品の類を送るのだよ。普段経済的に孤立させて締め上げておいて、祭りの時だけ大盤振る舞いをすると。その通り。これもまた上藤吉による安水の支配の仕組みの一つだと言える。この時の金品は住人の間で分けられ、彼らの生活費のかなりの割合を支えていると聞いている。それもこれも彼らに反乱を再び起こされるのが怖いからというわけだ。一応言っておくと、野里はこの方式にあまり賛成しておらんよ。固執しているのは藤吉村の長である三車家の方だ。それと樋口もか。彼らは彼らで安水を踏みつけるのが合理的だなどと口にしてはばからん不可解な連中だ。あなたが知る限りの野里家はこの支配体制をよく思ってはいないと。ああ、否定はすまい。あくまで私の知る範囲、その通りだ。すみません、はっきりさせないといけないので。実のところ今の野里さんの言葉にも少し引っかかっています。あなたは先ほど反乱は迷信のきっかけではないだろうとおっしゃいました。となれば山祭りも反乱が契機だったとは限らない。そして山祭りと読み意味の宴は様式から実務上の役割までかなり関係が深い。おみきが宴で飲まれたという話かね。それはたまたまなのでは。筆記具や縄や縄を切る鎌まで人揃え奉納されるとなれば、少なくとも三車は宴の段取りを知っていると考えるべき。というかここまで来れば僕は断言すべきでしょうね。読み意味の宴は
安水の圧迫による権力維持を目的として長者により行われている犯罪行為ですよ。さすがに反論させてもらおう。君自身が語った読み意味の宴は、化け物が現れ鍵が勝手に開き、超常的な罰則が与えられる怪奇現象だ。それを長者のものと断ずるには、全ての謎に対して科学的説明をつけねばならんのではないかね。そんなものつきますよ。なんだと？ただそれを説明する前にお願いしたいことがあります。このお屋敷の蔵書や資料類を当たらせてもらえませんか？この建物はそもそも現状はただの物置として使われているということで間違いないのでしょうか？ああ、しかしたまに人が住んだこともある。例えばどんな方が？先々代、先代の当主は隠居した後、野里屋敷にこもっていたようだがね。つまりあなたのお父様も？ああ、移住後急に老け込んで猛録した挙句服毒して死んだがね。それは本当ですか？いつ頃の話ですか一体？8年前だよ。前回の宴がなされた年。何？あ、確かに霧が出た後のことではあるが、ではその時も宴は行われていたのかね？はい、あなたの辞書で人がたくさん死んだのもおそらくは崩落事故を隠れ蓑にした。なんてことだ。いや、待ちたまえ。とすると君は私の父が何かを知っていて、そのために死んだとでも言うのかね？可能性はあります。加えて野里屋敷が先々先代以降の野里家当主の隠居場所として使われていたという事実。僕はここにまだ隠された何かがあると思います。あなたが言う富士吉村の支配形式に反感を持っていた野里家というのが本当ならば、なおさらその可能性は高い。探そう。残されているとすれば隠されているはずですね。しかし屋敷は蔵も含めると広すぎる。まして探すものの大きさもわからないとなると。いや、ある程度大きなものですよ。探すべきは歴代のご当主が隠れて書き物や調べ物ができるほどの。おそらくは隠し部屋のような。図面があったはずだ。
骨折り損ではないかね。いいえ、図面に問題がなく実際の建物とも同じだとすれば、ここに嘘を書かなくてもいい場所に隠し部屋があることになります。どういうことだ。蔵の地下に行きましょう。なるほど。つまり地下ならば図面の外にはみ出した空間があっても建物の形に影響は出ない。そうです。図面にはただそこを書かないだけで嘘はつかないで済む。しかし地下は一層探しづらいぞ。つくづく物持ちが良くてらっしゃいますね。懐中電灯も探せばあるだろうが、まあこれも気分が出ていいだろう。何かの目印ではないですか。あるいは仕掛けか。やはりただの木彫りではない。カラスの体の各部が独立したパーツになっていて押せそうだ。ボタンですか。ゲームみたいだな。おそらく特定の順で操作をすれば仕掛けが作動するのだろうが。心当たりはありますか。カラスの志か。そう不死よしに捧ぐるがカラスの志なり。野里家のものならば開けられるってわけですか。ああ、他言無用の家訓だからな。しかし失敗した時どうなるだろうね。先々先代が作らせた仕掛けなら罠の一つや二つ仕込んであってもおかしくない。本気ですか。いや、しかし野里さんは問題なく開けられるはずですよね。何だったかな。爪だったか羽だったか。まずい、自信がない。君は覚えていないか。確か爪を食ってはどうの、目を食ってはどうの、くちばしを食ってはどうのという感じだったはずです。そうか、それでやってみよう。
お好きだったんでしょうね、こういう仕掛け。いやはや、なんとも恥ずかしい。しかし、その血がなせる技か。私も少々興奮してきたことを否めんがね。大丈夫です。僕もです。なんだこれ、音切り草かなんかですか。君もディープだな。虫よけになる草が束ねてあるだけだ。気にしたもうな。なるほど、君の言うようにチョコのようになっているようだ。狭苦しいが、奥行きはかなりあるか。めぼしいところから見ていきましょう。代々の当主の記述あたりが出るといいんだが。ありましたよ、日記帳。早速かね。ちょっと貸してくれたまえ。
神、力なき神、それだけじゃわからないんですよ。伝承にはあなたのような存在は。待てよ、ムジナ。不快な呼び名なのでしょうか。別に正しいことじゃ。こうして神代明神の印をつけて畜生どもの頭目として振る舞っておる我にこそふさわしい呼び名であろう。どうせなら我のもとに下ってみられぬか。十二四方のケチな領地じゃが退屈はさせませぬぞ。神の武士は示す編。実際に球児は神だし、つまりこれは狼。ちなみにマロードっていうのは何か来訪者をもてなす文化みたいなものがあるのですか。はい、そもそもかつての富士吉は狩りの安全の祈願のため神内大社を訪れる人でにぎわったと聞きます。遠方の狩人を村人はマロードと呼び手厚くもてなしたと言います。
そういうことだったのか。確かに、かつてこの村は不死吉と呼ぶのが正しかったと聞くが、何がそういうことなのかね。新内さんと同じ仕掛けですよ。新内という字をばらして組み替えると狼になる。おお、本当だ。待て、それと同じだと。伏吉、伏せの字は人弁に犬。犬は武士としては剣舞です。これには獣編も含まれる。それに寮を並べるんです。人狼、人狼、人狼、それは狼様のことか、それとも信頼明神のことか。その二つは基本的には同じものです。ある神様の穏やかな層が信頼明神で、フンヌ層が狼様という程度のもの。三人組の人狼という形があって、やっていることが違うだけ、同一視する方が自然ですよ。そもそも人狼、人狼を信仰する文脈自体は、この100年前からすでに文献に出ていたわけです。もともと狼による獣害があって、人柱があって、人狼の原始信仰が起こり、長い時を経て新内様となった。狼様はこのどこかの段階で生まれた信仰対象なのでしょう。そして当初、彼らはそれらが同じものだと自覚していた。藤吉村、いや伏吉村の人間たちは、自分たちの信仰の特異性を重々承知して、その上で自分たちの村の名にそれを隠した。なぜ隠したのだろうね。きっとその考察も先にあるはずだが。ですね。進みましょう。
なるほど。明らかに100年の沈黙の間に伏吉という村は変貌しているですね。現在残る地名や用語、そして物語の類は全部この時代に創作されたと考えるべきでしょう。安水の意味合いも変わっている。ここを訪れるのは漁師だけ、そして帰らない者もいる。つまり読み意味の宴が始まったのかもしれません。安水でなく安水。なるほど。ここへ来て先々先代も我々と同じ結論に至ったのだな。伏木は櫛、つまり髪の毛を。星月は肝、肝臓か。影川の旧表記、影、骨。留め口は、わかりやすいな、足。そして八丁は、爪。上藤吉の地名は、すべて人間の身体に基づいた分割をされている。そして、安水は、人、木、主に分割して組み合わせれば。人柱。
あの日、私はいたずら心で三の蔵の地下の扉を開けた。決して入っちゃいけないと言われた、このお印が刻まれた鉄の扉を。
逆だよ。あれは神藤吉の者が読み人かもしれない安水の者と目を合わさずに済ませるためにつけさせたものだ。待て、そんなバカな、おかしいだろう。そんなことで殺し合いが起きるはずがない。実際の脅威がないのに殺し合いが起きるというのか。昔は今とは違います。迷信が殺し合いに発展してもおかしくない。先々代さんは初めから死刑という言葉を使ってます。僕はこれが重要だと思う。おそらく読み弓の宴は安水の住人たちにとって役立つものだったんです。どういうことだ。先に進みましょう。
なるほど。統制されたリンチ。いいな。これはもう、合議による死刑制度と言っていいだろう。我々、神藤吉の人間に都合のいい形で、安水の中で完結する死刑制度。これでは室たちが言うように、完全に長者は悪者ではないか。それはどうでしょう。当時の統治者たちは当時なりの良識感覚で良い統治を目指しただけかもしれない。問題は現代に至るまでその統治が続いてしまっていることですが。そうだ、今の安水ならこんなことが起きるはずがないのだ。そう書いてありますか。戦中戦後に宴は三度あったとされているな。大丈夫ですか。ショックだとは思います。少し休みますか。いや、いい、一気に読んでしまおう。次は我が父が主にまとめた記述だな。
気になりますね。そうだな、おそらくこれは土地谷騎兵が読み人伝説を模倣し起こした事件だ。安水での暮らしがそう長いわけでもないのに、そんな事件を。富士吉村民に共通の読み人を恐れる気持ちが裏返しとなり、恐ろしき読み人と同一化を試みたのかもしれんな。あるいは長者が地質する大昔の反乱のことをどこかで聞いていたか。そして僕が気にしているのはこの時期のことです。この事件が起きてからおよそ2年後に例の戦中の本物の宴が発生している。まるで同じではないか。そうです、500年前、反乱を起こした連中を抑え込むために信頼信仰なんてものをでっち上げたあのことと。これ時期的には野里さんもご存知のはずの事件ですよね。中学生かそこらですか。その通り、もちろん知っているとも。何しろ私もかかったからね。コレラにですか。ああそうだ、というかあれには相当の人数がやられたからな。特に
安水の連中が。何ですって？今おられる方も。確かそうだな、牧島王やら山脇さんやら、あとはそうだ、室もかかっていたはずだぞ。大事だったんですね。その通りだ。後で知ったところによれば、野里は早々にこれらだということを看破していたのに、身車の連中が。一体何が？これらにこそ神内様の加護が効くとか言って、わけのわからん祈祷を行って野里の措置を妨害したのだよ。おかげで状況は悪化し、遅れて発症した私は身内が後回しだと言ってかなり捨て置かれたのだ。医者の鏡みたいな家ですね、野里家は。鏡なものか。単に身車が示す順に治療していただけだ。もちろん安水は長く捨ておかれ、結果的に住人2名と看病に当たった植松の者2名が死んだ。何ですって？植松が2名？あの頃植松にはまだ数人が残っていたが、そのほとんどが民間療法を行って逆に病気に感染してしまっていた。それが露見した時はすでに手の施しようがないほど悪化した2名がそのまま亡くなったのだよ。あれが植松の没落を決定づけたと言っても過言ではなかろう。身車が適切な指示をしていれば。いや違うな、野里が、クス氏の家が連中のことなど聞かず正しく動いていればよかったのだ。ちなみに植松理香子さんは病気にはかからなかったんですか？彼女は当時9歳だぞ。その家業に加わるにはまだ若い。ああなるほど。何か隠されていますか？何もない。いや何でもない。とにかくこれも我が富士吉村の期待を示す証左ではあろうが、宴とは直接は関係あるまい。そうですね。これは読み意味の宴と関係あります？いや、これまでの宴とは日付が合わない。おそらく関係のない自殺者だろう。バカな町の奴らが山ん中で首吊って獣に食われることもある。俺やおやすさんが苦労して片付ける羽目になる。サラナガに死体が流れることも珍しくねえ。渓流釣りだかなんだか知らねえが、上流は危ねえっつうのによ。
首都圏からの遠征自殺者ですか。まあうがってみるなら長者の誰かが関わって殺したのかもしれんが、その場合はさらながには流さんだろうよ。ではこれはいいとして、この8年前の大雨災害がどうのっていうのは藤吉とは関係ないように見えますが。逆に藤吉が乗っていないことが重要なのだろうよ。各地の土砂崩れは報道されているのに藤吉のはないと。ああ。あとは目ぼしいものはないか。これは港区連続火災、放火の疑い。なんでこんな事件が。手記に説明があるぞ。報道にはないが、放火された7軒の建物は全て同じ持ち主のものだと。というと見車家だよ。連中は中だけではなく外にも不動産を持っているのだ。なるほど、そういった資産から収入を得てるのか。しかし一体どうしてそんな。宗教は儲かるということなんじゃないのかね。500年もの歴史があればもう新興宗教とは言えんだろう。おそらくは我々のような骨の髄まで神内明神にやられている連中でない神内教の在外信者は多数いるのだよ。中には何代も前から玉串料とか言って金銭を払っている者もいるのではないかね。もしかして身車は宗教法人格を持ってますか。さあそこまでは知らんね。しかしそういうのは国からいろいろ口出しをされるのではないのかね。どうだろう、そっちは詳しくないな。さてこのくらいでおしまいのようだが。どうしようかね。我が父も結局何かしらの真実にたどり着くことはできぬまま狂って毒を煽ったか。私が君の言う通りこれから宴に巻き込まれて死ぬとすれば、我が兄がいずれこの後を継ぐのだろうかね。いや、君が死んでしまえば全てなかったことになるんだったか。これはこれは、結局どうにもならん。申し訳ありません、野里清之助さん。君が謝ることではなかろう。こんなバカなことをしている藤吉村が全ての元凶だ。しかし結局ここまで皆が狂気にとらわれる答えは何なのだ。迷信を信じる心と反乱を恐れる心、そんなものなのかね。
いいえ、違います。神様のせいです。はあ？なんだ、君も結局は神仏に責任を転嫁するのかね。かつての野里の先達のように。そうだ、君はそもそも君が体験してきた数々の怪奇現象に対して科学的に説明がつくと言っていただろうに。すみません、神様の件についてもおおむね科学的なというか理屈をつけることはできると思います。何？ただこれについてはまだ僕の中で完全にはまとまっていない。その代わり他のものについては、ええ、説明はつきますね。では、読み意味の宴の不可思議を全て紐解いてみたまえよ。必ず与えられるという汚れは一体どう説明するつもりなんだね。隠そうがどうしようが見つかり断罪されるその理不尽さはどうやって成し得ると思っているのかね。監視カメラと盗聴器です。何を言い出すのかと思えば監視カメラ、そんなもの戦時中にあったわけがないだろう。戦時中にあったとは言いませんよ。というか8年前にあったかどうかもわからないです。ただ低レベルなものはあったかもしれない。ぶっちゃけどこかに糸電話でも吊るしてあったのかもしれません。あるいはシンプルにスパイを休みずに置いておくとかね。物騒だな。言いたいのは休みず集落は隅々にわたり監視されているということです。バカな、長者はそんなに暇ではない。でも一方で神内様の信仰を盤石にするために信じられないほどの労力を費やしてきたのも長者でしょう。わかりますよ、あなたの気持ちは。僕もそんなバカなことがあるかと考えました。そのバカなと疑う気持ちがトリックを隠蔽する最大の仕掛けです。マジシャンが芸を披露するとき、その種は往々にしてそんなバカな手に引っかかるはずないというようなものか、あるいはそんな大仕掛けをまさか用意しているわけがないという真理の穴に隠されているものですよ。観客全部が桜だとかね。ちなみに僕はこれも最初は疑いましたよ。安水全員が決死のドッキリ要員だとか。待ちたまえ。それでは不可解に傷つけられた死体については。死体を運搬して重機か何かで破壊すれば実現はできますよね。おかしいだろう。霧の安水からは出られないと君が言ったことだ。地下の抜け穴でもあるんじゃないですか。待て、じゃあ本気で犬をけしかけて殺した死体をわざわざ抜け穴を通って上藤吉まで持ち帰って、そ
それを手間暇かけて損壊して安水まで持ち帰っていると、そんな馬鹿げたことを。馬鹿げているからみんな信じる。じゃあ狼が触れると家の鍵が勝手に開いたというのは？遠隔操作の電子錠でしょうね。あの貧相な、失礼、しかし実際粗末な作りの安水の住居もかね。ボロい木板でも電子錠は仕込めます。そうすれば実際見事なカムフラージュになるでしょうね。じゃあ血で記されるという加護の印は一体何だというのだね。加護による託宣が血文字で伝えられるなどというのもありえないだろう。人間がやったら気づくはずだ。麻酔ガスなら一発です。あなたならご存知のはずだ。亜酸化窒素とオクトゲンチラインの混合ガスは理想的な全身麻酔を実現する。周期もほとんどない。これはある意味危険なので普通はあえて匂いをつけるそうですが、今回はそれもプラスに働く。バカを言うな。確かに君は少しばかり医療知識があるようだが、麻酔は専門医がいるほど難しい技術だ。いるんでしょう、野里家以外の専門医が。いたとしても、その上で各住居にさらなる改造を無断で施し、必要な密閉空間を作ったとしても、生命維持設備もない場所で本人の同意なく混沌させるような乱暴な施術で確実な蘇生が実現できるとは。そうです、確実に蘇生しなくてもいい。運悪く死亡させても構わない。死体を損壊して家の外に放り出しておけば物意味違反者と見分けはつかない。バカな、そんなバカみたいな卑劣な。わかりますよ、僕だってこんなオチを明かされたら納得できない。でもそれが可能である以上、これは神業でも何でもない。トリックで実現できる不思議な事象は全てトリックによって発生してるんですよ、野里さん。ああ、わかった。実現可能だということは、君がそう信じていることは十分に。そして君がさっき謝罪をした意味も。この部屋が放置されているということは、荷車の連中はここに気づかなかったか、入れなかったということだ。しかしこうして大っぴらに探索をし大声で議論をしたからには、先方は気づくはずだ。君の言う通り、カメラやら盗聴器やらが仕込んであるなら。そしてそのことに気づいたとすれば、彼らにとって我々は生かしておくことはできない。宴の開始を待たず殺す必要が。これは
そうですね。君の勝ちだな。ほらね。だがもっとうまい方法はなかったのか。すみません。あるだろう、親父。これだ。君が死ねば、すべては戻るのだよな。ならばこれをトリカブト、捕まって拷問でもされたら厄介だろう。私も飲もう。たとえなかったことになるのだとしても、先祖の積み重ねてきたものを無駄にする罪は。無駄にはしない。絶対。